ボルゴグラード市電、ボルゴグラードメトロトラム、ボルゴグラードメトロトラム、ボルゴグラードメトロトラムは、ロシア連邦のボルゴグラードにある、ライトレールである。西ドイツのシュタットバーンの影響を受けた、ライトレールである。フル規格の地下鉄建設には、莫大な資金が必要なため、路面電車の路線の混雑が激しい区間の道かかして、営業を続け、利用者の増加に合わせて、 地下区間を増やしていくという手法である。駅部は将来の全線地下鉄化に備えて地下鉄の規格で作られている。ソ連時代の1984年11月5日に最初の区間が開業した。2011年12月に区間が延伸され、現在は 17.1km からなる。下記の22駅からなる。駅名は共産主義色の強いものが多く残っている。 このうち、駅、駅、全駅、駅、駅の5駅は、地下駅である。ありがとうございます。